今私の部屋に入ろうとしたでしょ。違うよ。もちろん興味はあるけどさ、実は琥珀の部屋はな。やめてよお兄ちゃん。そこまで隠したい琥珀の部屋って一体中はゴミの山とか。きっと琥珀は片付けられない女だったのよ。初回特典ポスターやイベント限定版フィギュアに埋め尽くされた愉快な部屋の可能性もあるかも。やめてよそんなわけないだろ。で本当はどうなのリチア。私は翡翠のようになりたくはありませんわ。女性の部屋を不用意に詮索するのはどうかと思うのだが。そんなこと言っちゃって本当はカルセドニーも興味あるんだろ。あ、僕はそんな。この子なら琥珀の部屋の秘密知っていそうね。琥珀の部屋の秘密、おめだちなんて恐ろしいこと。口が裂けても言わねえど、オラはそげな軽い男じゃねえだからな。あれは知ってるね。あの子にちょっと協力してもらいましょうか。相場使い相手にそんな秘密どこまで守れるかな。ベリル目がちょっと怖いよ。おめえたち何しに来ただ。オラは琥珀を裏切ったりしねえだぞ。まあまあそんな固いこと言わないで、ちょっとだけ協力してくれないかしら。いやだべ、おめえみてえなプニプニと違ってオラお家庭男なんだ。誰がプニプニですって。ちゃんと触って確かめてみなさい。うわ、何するだ。逃がさないわよ。やめるな。あら、本当にやめちゃっていいのかしら。イネスのやつ、あれや拷問のつもりが。いや、あんな拷問ならぜひ変わっていただきてえぜ。すごいイネス、あんなことまで。教育的指導、シンクは見ちゃダメ。じゃあお願いね、カイヤ。琥珀を部屋の前からおびき出してくれればいいから。嫌だって言うなら、さっきの責任取ってもらうわよ。責任って、何の責任だべさ。許してけろ、琥珀。ほら、弱い男だべ。落ち込まなくていいよ、カイヤ。イネスのあの攻撃に勝てる男はいないからさ。カイヤ、その茶色い三角の物体は何？味噌味噌を塗ったおにぎりだべ。これをこうやって焼くとな。この香ばしい匂いは焼き味噌おにぎりだ。ねえカイヤ、具はもちろん。んだ、琥珀の好きなさくらんぼだべ。お腹いっぱい食べてけろな。あ、お味噌にさくらんぼ、それってば最高の組み合わせだべさ。あ、忘れねえでおこげもつげねど。おこげもさくらんぼ味噌焼きおにぎりかっこおこげつきかっこ閉じるが、琥珀の大好物なのか。琥珀の味覚はともかく、今が部屋に入るチャンス。みんな行くわよ。
なんだこのトレーニング器具の数は。ただのトレーニング器具じゃないわ。特務部隊でもありえないくらい使い込まれてる。見ろよ、サンドバッグ前の床がこんなにすり減ってる。何万回の蹴りを入れたらこんな風になるんだ。疾風脚の心得。1に蹴るべし、2に蹴るべし、3しがなくて5に飛び蹴るべし。この本は通信教育の教本だ。君も10日でマスターできる殺撃武功拳。琥珀の技って通信教育で習ったの？琥珀は子供の頃から一生懸命自分を鍛えてきたんだ。自分がリチャを守るんだって言ってな。あ、みんな、見られちゃった。こんなに女の子らしくない部屋をみんなに。いやー、そんなことないよ。ほら、窓の花とか女の子らしいじゃないか。それはリチャの趣味だもん。私はすぐに世話を忘れてドライフラワーにしちゃうんだもん。女の子らしくなくたって頑張り屋の琥珀らしい素敵な部屋だよ。ええ、どんなに激しい吹雪の日も琥珀のサンドバッグを蹴る音が里中に響き渡ったものですわ。だったらこの部屋で琥珀が育てた思いと力が今俺たちを助けてくれてるんじゃないか。シング、リチア、ありがとう。まあ、琥珀の蹴りの音で何度も雪崩が起きて大変だったけどな。なんで言っちゃうのよ。もうお兄ちゃんのバカ。琥珀のこの蹴りの威力も納得だわ。うん、きっとこの人形も琥珀の練習台になったんだろうね。ものすごい怨念が伝わってくるよ。
上のことは任せてください。帝国が総力を挙げて人々の勇気と希望を支えます。ですがパライバ様、あれからずっと働き詰めだと聞いています。少しは休まれないと。お体が。いいえ、休んでなどいられませんわ。なさねばならないことは山のようにあるのですから。マリンさん大丈夫かな。顔色すごく悪かったよ。うん、生命維持機能の極端な低下が見られる。私も心配なのだが、騎士たちの話では平気だと言い張って聞かないらしい。わかるぜ、どっかの頑固者と同じタイプだな。あら翡翠、なぜ私を見たのですか。さてどうしてだろうな。だがこのままではパライバ様は本当に倒れてしまう。スピルリンクで説得したいのだが。わかったよカル、俺たちも手伝うよ。それは助かる。だがパライバ様のスピリ、余計なことまで覗いたらただでは置かないからな。了解。あれはカルがもう一人。いや、あれはおそらくマリンさんのカルセドニーへの思いが形になったものだよ。そうなのか。よくわかったね琥珀。わかるよ、だって私の中にも同じように。大切な人をスピリアの支えにしてるってわけね。やれやれだわ。まるでパライバ様が間違っているような口ぶりだな。そうだよ、大切な人を支えにしてどこがいけないのさ。間違ってるようなじゃなく間違ってるのよ。ああ、ただ支えにするだけなら構いやしねえがな。スピリアの中に作り上げたその支えに頼り切っちまうと自分も周りも不幸にしちまうんだよ。弱音や泣き言まで外に出さずスピリアの中に閉じ込めるのはスピリアを閉ざしてるのと同じだからな。でも私はこれ以上人に甘えるわけにはいかないのです。だって私は今まで弱音ばかり吐いて生きてきたんですもの。パライバ様、以前は私も全ての思いを自分の胸だけに閉じ込めて生きていました。でもそんなやり方では結局誰も救えなかったのです。無力感でいっぱいの私を救ってくれたのは、未熟で危なっかしいけどまっすぐに私を信じて頼ってくれるこの子たちのスピリアでした。いいんです、本当に辛い時には甘えていいんです。弱音を吐いてもいいんです。どんなに弱くて情けなくても私たちは一人ぼっちじゃないんだもの。そうさ、あんたを支えたいって人間はスピリアの中じゃねえ、現実の世界に山ほどいるじゃねえか。皇帝である私が自らの弱さでスピリアをつなげても良いのでしょうか。僕はあなたに誓ったはずです、世界ごとあなたを支えてみせると。たとえ皇帝であったとしてもあなたはあなたであればいい。その全てを僕は支えます。僕は人の弱さを知る皇帝パライバ・マリントレ、ただ一人の騎士なのですから。あなたの騎士はこのように申しておりますが、いかがです皇帝陛下。それに男って女が甘えてあげないと拗ねちゃうんですよ。ありがとう皆さん。イネスさん、これはささやかなお礼です。あなたにはきっとよく似合いますわ。ありがとうございますパライバ様。カルセドニー、私は少しだけ休ませていただきます。一つお願いしてもよいでしょうか。なんなりと。私を寝室まで運んでほしいのですが。寝室へ？それはしかし。マリンさんってば大胆。まあ
皇帝陛下ったらなかなかの甘え上手ね。教育に悪いぜ。ダメでしょうか。いいえ、それであなたのスピリアが安らぐのならばお安い御用です。じゃあ俺も手伝うよ。マリンさんの部屋って最上階だったよね。もうシンゴってば。あれなんでさ、俺も手伝った方が楽だろ。あれシング、お前は本当に学習しないのだな。ここまで言わせりゃ一人前だよな、ハネロ兄さん。さあ、陛下のお休みの邪魔しちゃ悪いわ。行きましょう、みんな。もちろん、カルセドニーも一緒にね。こうしてカルとゆっくりできるのはどれくらいぶりでしょう。キャシティが気分転換にと連れ出してくれたこと、本当に感謝しますわ。彼女には後で土産を持たせましょう。それは良い考えですね。でも何を送ったら喜んでくれるでしょう。そういう経験はあまりなくて。悩むことはありません。あなたの気持ちがこもったものならば彼女も喜ぶと思います。わかりました。では後でいろいろ見て回りましょう。あのすいません、少し昔のことを思い出したのです。カルが送ってくれた花の指輪のことを。申し訳ありません。あのような不格好なものをお渡しするなど。いいえ、謝らないでください。私にとってはどんな宝飾品よりも輝いて見えましたから。しかし花の命は短く、枯れてしまった時は本当に残念でした。ありがとうございます、そんな風に思っていてくださって。当然です、好きな人からいただいたものですから。そうですか。しかしそのようにパライバ様を悲しませてしまうとは自分自身が情けない。それは仕方ありませんわ。まだ子供でしたから。それに彼は
私を悲しませるために送ったのではないでしょう。もちろんです。あなたの喜ぶ顔、それだけが見たかったのですから。その言葉が聞けるだけで私は幸せです。あの時の彼は本当に恥ずかしそうでしたね。今でも鮮明に覚えていますわ。目を閉じるとあなたの恥ずかしそうな、嬉しそうな顔が思い浮かびます。今はあなたがそんな顔をしています。からかわないでください。そんな風に顔を隠さないでください。あなたのどんな表情も僕にとっては愛しいのですから。楽しい時間も終わってしまいましたね、パライバ様。もっとカルと一緒にいたいと思うのは私のわがままですね。そんなことはありません。僕もあなたと同じ思いです。カル、全てが終わったら必ずあなたの元に帰ります。その時は再び共に乗りましょう。ええ、その日が来るのを待ち望んでおりますわ。大変な時に辺りの海賊どもがまた大暴れしてやがるんだ。まったくムカつくよ、あのゴキブリみたいな連中には。さあなた、海賊に恨みでもあるの？別に何でもねえよ。ただ海を血で汚すあいつらがたまらなく嫌いなだけさ。サンゴ船長、一体どうした？どうした？急に船長の様子が。ああ、どうやら何でもなくはなかったみてえだな。まさかデスピル病？みんなスピルリンクよ。このままじゃサンゴ。サンゴ、あなた何か悩みがあるんじゃないの？何言ってんだい。このサンゴ様に悩みなんてあるはずないだろう。隠さないで話して。私たち友達じゃない。ベタベタした友情は趣味じゃないんだよ。ちょっと、あんたが持ってるそのぬいぐるみは17年前に限定30個だけ作られたという伝説のニュースボッタ君デラックスじゃないか。うわー、初めて見た。頼む、ちょっとでいいから抱かせて。サンゴ船長ってそういう趣味だったのか。いいわよ、あなたの悩みを打ち明けてくれたらね。打ち明ける、全部打ち明けるからお願い抱かせて。琥珀、サンゴにあなたのぬいぐるみを抱っこさせてあげて。うん、いいけど。ゆるゆる具合が最高に可愛いのよね。おいおい、ぬいぐるみ抱っこでスピリアを開くのかよ。うるせえな。ニュースボット君デラックスを抱くのは子供の頃からの夢だったんだよ。さあ、あなたの悩み話してくれるわね。確かに、あたいは海賊を憎んでる。それは海賊どもが
あたいの親父から夢を奪ったからなんだ。親父、チェンさんから海賊たちが夢を奪ったって。ああ、若い頃の親父の夢は画家になることだったんだ。あのチェンが画家を目指してたの？でも帝国芸術院のコンクールに参加するために乗った船が海賊に襲われ、親父は海賊どもに利き腕を折られちまったんだ。絵描きが利き腕を折られるなんて、そんな。画家になれなかったからこそ親父は商人として大成功できたけどさ、商人としての成功と引き換えに人を信じない人間になっちまった。だからあたいは親父から夢を奪った海賊たちが憎いんだよ。話してくれてありがとう。いや、感謝するのはこっちさ。親父もあんたたちと出会ってから少し変わった気がするんだ。あれで変わったの？そうさ、あれでも随分変わったんだよ。なんだかチェンさんに会いたくなったよ。サンゴのこの思いを伝えてあげたいわね。